はい、こんにちは。青木ひふくの YouTube プロジェクト第2弾かな。で、今日はですね、実は今日曜日の夕方なんだけれども、ちょっとこう若干暗くなる直前なんで、今この倉敷空っていう場所でやってます。で、うちのお店と丸子さんのお店と、ここがですね、広場になってて結構広い。ここで結構キャンドルナイトとかイベントやってるんですよ。ここでもキャンドルたくさん置いて、奥に見えるのが日本食料理、日本、料理のクモさんというレストランですね。で、こちらに見えるのがトートーさんっていうですね、素晴らしい一棟貸しのお宿なんですよ。で、1階にはギャラリーがあって、2階にそのお宿があります。で、ちょっとそろそろ寒くなってきたので、お茶でもしましょうか。お茶をしようとしたらですね、皆さん覚えておいてください。倉敷空の中ではパッと行けるこの倉敷洋食バラトンさんが今一番パッと行けそうなので、パッと入ってみましょう。なんとこのデニムも、タペストリーもデニムでできてて、青木ひふく製みたいです。ここって、ハンガリーと日本の融合というかフュージョン、そうそう、だから、ハンガリー料理を半分こうテーマにしているんですよ。だからそのハンガリーって言ったことあります？ないです。実は僕もないんですけれども、すごくおしゃれな、なんかハンガリーの食べ物があったり、あとまあでも日本人のその日本の人の舌に合わせて作られているみたいな、とても今人気なレストランなんですよね、美観地区の中でも。で、倉敷空のスタッフのみんなも結構こうヘビロテしてますよね。そういう噂をちらほら聞いてます。このバラトンさんのコーヒーすごく美味しいんですよ。なんかね、イタリアのコーヒーって結構そのエスプレッソが濃いというか、僕のそのコーヒー初心者の舌なんですけれども、なんか深みがあってね、香りがすごくある。そのなんかよくイタリアでそのコレクションの時に出張で行った時 その味を思い出しますね。で、なんかそれがこの倉敷バラトンさんってハンガリーとの、先ほども言ったけど、ハンガリーとの日本のコラボレーションのレストランなんですけど、やっぱヨーロッパ系のそのコーヒーの味っていうのがすごくオーナーさんが多分深い味をこう好きなんだろうなっていう、そんなこう味がしますね、コーヒーの。今日はね、もうコーヒーだけ飲んでますけど、デザートは頼まないんですよ。なぜならばデザート来てるんですよ。デザート来ちゃってるっていう。これ今週から新登場のなんと大手まんじゅうさんと青木ひふくのコラボレーションの T シャツを着てます。で、今日はこんな感じに、その青木ひふくのニットシャツ、そしてオールウェザーコート合わせてるんですよね。こんな感じで、とても軽いから全部がこうレイヤーしても全然重さを感じない。で、柔らかい素材なんで、このシャツもコートも暖かくて、こうやってなんか普通に座ってもなんかかさばらないんですよ。
結構4枚ぐらい今着てるんですけど、実は全然なんかかさばってる感じがしないんで、なんかコートとか着てるとなんかこう席にすあの椅子に座ったりしたらこうなんかこのね肩とか背中の方とか結構こう脱ごうかなってなるけど、なんか馴染んでるんで素材がとても過ごしやすいですなぜこのそうなぜこの時期に T シャツを出してるのってお客さんから結構ここのところ聞かれてるんですけど、なぜならば暖かいこのおまんじゅうじゃないですか。やっぱりおまんじゅうというと、もちろん大手まんじゅうさんっていうのは日本三大まんじゅうですごい洗練された甘み美味しさが魅力的なんですけど、元来おまんじゅうっていうものってやっぱり冬に寒い時にみんなのイメージもしかしてそのこたつに入っておまんじゅうとかみかんとかっていうそこのそのちょっと僕なりのそんな印象が第一印象あるんですけれども、このおまんじゅうの甘みから温かさとかちょっとほくっとするようなその音とか温かみをイメージしてもらいたいなと思って、逆にもうこれは T シャツとかロンティーをここで皆さんに紹介して、このおまんじゅうの温かさだけをこうまずは味わってもらいたいなと、味わうものではないんですけど、味わえないんだけれどもこの目で見てね温かさをこう感じ取っていただきたいなと思って、すいませんすげえ長いんだけれども、長くなっちゃったけれども、そういうことで、T シャツになりました。で第2弾第3弾と今大岸常務とですね、大手まんじゅうの、先日ちょっとインスタでもコラボレーションしましたけれども、インスタライブで今考えてます。第2弾第3弾のコラボ企画、これもねぜひ楽しみにしておいてください。でも僕もずっとこれねヘビロテしてるロンティー、あー違うニットデニムシャツ、めちゃくちゃいい。これもねボタンもなんかかっこいいし、で何よりもシャツだしジャケットだしっていう、なんかそこのなんか両頭使いができるアイテムっていうのもまたいいところかなと思うんですよね。であとこの色合いもね、前はちょっとブルーを着てたけど今日はブラック着てるんですよ。ちょっとこうヴィンテージのこすりが入った色合いっていうのもなんかいいですよね。もうこれこんな伸びるの、ここだけ持ってもこんなに伸びるから、ほら本当だ裏これパイルっていうめちゃくちゃ暖かいニット素材、そうだから1枚これを持っておけば冬でもめちゃくちゃ暖かい。でこれもすごい新作でしょ。でこれはもう超ロングヒットアイテムだけど、オールベザーコートね、で3シーズン対応のどんな時でもコートなんで、柔らかくてさ、さっきも言ったけどかさばらないっていうのも冬ならではの魅力なんじゃないかなと思います。それで今クラシック空から空の隣にあるキピピミュージアムさんなんだけど、空からつながってるんですよ。さっきのバラトンさんからパッと見えるこの竹やぶがすごい素敵じゃない。めちゃくちゃ綺麗。風情が。竹やぶの中。散歩とかしたりするのに、このなんかちょっとポツ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 さ、足元照らす明かりと明かりからなんか竹がふわーって伸びてる、なんかそのこの景色が綺麗だよね。なんかさ、はい、この竹
やぶの向こうに見えるあのデザインすごくない？確かに、ね、ここから見るなんか隙間隙間にあの陶器が並べてあるような景色とかなんかちょっと特別ね、ビビミュージアムさんが来てます。ここがなんかさ、向こうから見たときにすごくおしゃれに見える。一個一個多分作品が展示されてるんだと思う。ちょうど今ぐらいの夕暮れというかその夜の時間にすごく映えるのかもしれない。近くにさ、こういうやっぱり風情があるような景色があるとこう癒されるというか、心がこうゆったりとこう時間を過ごせれる場所が近くにあるっていうのも素敵なことだと思うんですよね。ぜひぜひ美観地区足を運んでもらえればいいなと思います。はい、始まった、はい、結構いきなり、ありがとうございました。今日はですね、なのでそのちょうど大手まんじゅうさんとのコラボ商品がリリースされた、今週でしたので、その商品とあとうちのオリジナル、ブランドの青木皮膚ブランドの商品を織り交ぜて紹介させてもらいました。で、まだまた来週ですね、第3弾第4弾と、スタイリングを組みながらちょっと倉敷の美観地区の街並みをね紹介させてもらえたらなと思いますので、ぜひ皆さんチェックアウトって言ったらさチェックインチェックアウトで出ちゃう、チェックアウトじゃなくてチェックインしてくださいね。ぜひそれでまた倉敷空にも来てもらえたら嬉しいです。じゃあまた来週、バイバイ。